西川武氏は日本の冷凍の専門家、冷凍王子、冷凍生活アドバイザーといった肩書きで、冷凍食品やホームフリージングなどについてテレビ出演や執筆、講演している大阪府と夜中市出身。高校生の頃、家庭での食事に利用されていたことから、冷凍食品を利用すれば簡単に美味しい料理を食べられると冷凍食品に関心を持つ。 手間がかからず食事のクオリティを高めることができる点に魅力を感じ、これからのニーズにも合っていると考えたことから、冷凍食品の開発を目指すようになる。大阪府立未納高等学校卒業、近畿大学農学部食品栄養学科に入学。大学卒業後は、大阪市立大学大学院生活科学研究科修士課程を修了。 冷凍食品メーカーであるマルハニチロに就職し、グループ会社に出向して、冷凍食品工場での勤務や本社での生産管理の仕事を経験。その後、シュガーレディグループに転職し、冷凍食品の商品開発に従事。2015年自身の会社、ベフロティを立ち上げ、代表取締役社長に就任。冷凍食品の商品化を目指す事業者向けの、 コンサルティング事業に加え、一般向けに冷凍学の知識や冷凍食品の活用方法等を伝える活動等を行っている。コンサルティングでは、調理食品を冷凍し、製造、販売を行おうとする飲食事業者や農畜産品を冷凍することで販路を広げようとする生産農家など、様々な業種から相談を受け付けている。提供しようとする商品に見合った食材の 処理方法や急速冷凍のための技術、ノウハウに関し、凍結機の剪定も含めて、アドバイスを行う。食材内の水分が凍る、温度帯を30分以内に通過する凍結方法。食材の細胞破壊を防ぐことで、栄養価や風味を損なわずに冷凍保存ができる。食品メーカーだけではなく、子供向けの食事宅配サービス、米あるなど、 全く異なる業界からの参入に関する監修も行う。一般向けの普及活動では意識の高い消費者層や関連業種の社員等を対象に冷凍生活アドバイザーの養成講座を開講し食材の栄養や保存等冷凍に関する理論を体系的に教授。これまでに260人ほどが受講を終了しておりその修了生を集めて 自作の家庭料理の冷凍レシピをプレゼンしてもらうコンテストを開催。この他にも冷凍の魅力をより多くの人に伝えたいと思い、冷凍に関する第一人者としてテレビやラジオ番組にも出演。冷凍王子として、マツコの知らない世界、午後生、王様のブランチ、ヒルナンデス、ノンストップに登場した。冷凍食品開発コンサルタントとして、 地方の優れた食材を使った冷凍食品の開発など、冷凍を切り口にした活動や事業を行うほか、冷凍以外にも野菜ソムリエプロ、調理師免許、フードスペシャリストの資格を取得している。 2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、以前、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、以前、ありがとうございます。